こんにちは。こんにちは。永田てるじのパワーアップ神奈川です。はい、えー、私は神奈川県議会議員の永田てるじです。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さん。ティーズエステートよりお送りしております。はい。はい、今回は、はいえー。広島サミットの貞子の鶴。はい、茅ヶ崎へ来た。はい、ということなんですけれども。はい、あの、はい。 貞子さんのる。そうです。あの。そもそも貞子の鶴。っていうのは、赤、はいちゃん知ってるでしょう。はい。以前も番組で、うんね、取り上げたことあるので。そう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 。はい、あの。おさらい。軽くおさらいすると。はい、あの。太平洋戦争中に、まあ、広島に。原爆が落とされました。はい、で、その時に被爆をした。えー、佐々木貞子さん。という、はい、まあ、女の子がいたんだけども。 おその後お原爆症を発症して、はい、闘病した後に、はい、亡くなってしまったと。でその貞子さんが闘病中に、はい、あの鶴を千0 0羽るとね、うん、病気が治るってその話を、えー、信じてそういう思いを込めながら鶴を折り鶴を作ったんですよね、はい、いっぱい。そその後おその後鶴をこう 関係者の皆さん、特に私が知ってるのは、はい、おっ子さんが今その貞子の鶴の普及活動をしていて<ー>いろろんんなところにこう寄贈ししたりしてるんでで、すよね、はい、でちょっと話戻っちゃうけどその貞子さんがあのモデルになっていると言われているのが広島の,あの平和記念公園の原爆のこの像、はいはい、そういったいろんなエピソードがあってこう 平和を考える一つの一つのー、まあ、ツールっていうんですかね、うん、そういうような役割を果たしている、うん、貞子の鶴、はい、で本物もそろそろ少なくなってきたんだけども、はい、これは縁があってもうすでに茅ヶ崎市に寄贈されていたんですよ。崎市役所の1階の階ロビーで展示されていたという流れがあって。はいうん で今回取り上げたのは何かっていうと今年の5月に広島でサミットがありました先進国首脳会議ということで各国の首脳が集まったんですよねその時に広島で開催されたということもあって本物の貞子の鶴ではないんだけども金属製で作ったレプリカ貞子の鶴の レプリカがあって、はい、で裏に「えー、G7 広島」ってこう刻印されているものを各国の首脳に配ったんでですすよよねね、はいえー、意味があることですよ、ねうん、でフランスのマクロン大統領がこうなんかこう「うん、なんだろうこれは」うん、みたいな感じで映、えー、ってる画像なんかも象徴的だったというふうに思うんだけども、はい、あの今回こうやって貞子の「鶴」の話も世界にこう広がっていくっていうような。はい 中で、まあ、ちょっと縁あって茅ヶ崎市にその本物のレプリカっていう言い方もねなんか変ではあるんだけど、はい、本物のレプリカが茅ヶ崎市に貞子さんの甥っ子の佐々木雄二さんから、えー、神奈川県会議員の木田県議という県議がいらっしゃって、はい、でその方から私に茅ヶ崎市はあのー、ハワイと 友好都市姉妹都市をしている関係もある中で、うんはい、いろいろやっぱり真珠湾とか、うんえー、茅ヶ崎市としても平和を考えるツールにどうだろうか寄贈先としてぜひお願いしますということで、うん、私が茅ヶ崎の佐藤市長にこの話をしたら佐藤市長もこれはありがたい話でぜひ、うん、進めてもらいたいっていうことで。 私も茅ヶ崎市とあの取り継いだ中にいたという経過があって、はい、8月3日に寄贈式があったんだけども、はいまあ、出席させていただいたということなんですね。そこにあの貞子さんが作った紙製の折り鶴と、えー、金属製のサミットで各国首脳に、うん。 送られたあの金属製のレプリカが並んで飾ってあるんですよね。今どんな風にね展示されているかちょっと見に行きたいと思いますんで、はいご覧ください。はいということで千ヶ崎市役所の1階ロビーにやってまいりました。来ました。これですね。あのお話ししていたあのサダの鶴になります。はい。えーちっちゃい。大事に保管されてますけども、2つ入っていて。 この左側のが本当に佐々木貞子さんが手で折ったつるになります。でこちら側向かって右のこれが今年の広島サミットで各国首脳に配られた本物の金属製のレプリカになります。でちなみにこのお裏の裏羽には広島と はい、刻印されています。はい。で、この刻印されてる文字が見えたら、うん、心が綺麗な人だと。という何か、はい、本当ですかそれ？なんか自然発生的にみんなそういうんですよね。テレさんちなみに見えますか？さっき見えました。本当ですか？はい、見えました。私。赤いちゃんは？あ <laughs>、あのどこに書いてあるのやら。見、ね、え、ああ。 うん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 それはちょっと心が汚れていや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 えっと見えましたよえっとそもそも見て見てこっち側の羽に刻印入ってるかこっち側に入ってるかこっち側ですあよかった上に合ってました上に G7 下に広島って書かれてますねはいはい心が綺麗です私よかったですねはい でえー、あの一階のね、はい、市役所の一階のロビーで展示されてあったんだけども、ねはい、同じフロアにカフェ・ドット・コム、えー、っていう軽食コーナーがあってでそこはねあの障害のある方がこう働く場として、はい、あの存在してるんだけど、はい、そこで実はこれ、はいね、これなんだっていう話なんだけども、はいえー、貞子の折り鶴の こう金属製のレプリカではあるんだけど、はい、レプリカのレプリカ、はい、だから言い方難しいですけど <laughs> これはですね、あのー、売ってるんですよ、はい、1100円で、ね、でも売り切れでしたよ、ね、そうあのー、また9月に入荷されるかもなんていう状況らしいんですけども、うん、こちらの方はあのー、G7 広島っていう刻印はないんですよね<え>ただね売り切れっていうことであの関心も高いんだなと思ってね、はいえー、また 入荷したらね、皆様ね、ぜは<ひ>手に入れてもらってもいいかなというふうに思います、うんうん、ということで、えーうん、今回は、えー、新たに、ねえー、広島サミットで各国首脳に配られた広島で配られたっていうことにもすごい意味がありますよねその同じ、えー、金属製のレプリカが茅ヶ崎に新たに来ましたはい二、はい、つ並んでますよ、うん、ということの お知らせをさせてもらいます。ぜひ見に行ってみてください。はいはい、それでは、また見てもらいたいと思います。はい、さよなら。